うとうとしそうになって慌てて顔を上げる。もう大丈夫ですぜ。え、寝ちまっても、ほら、もう明るいし。ああ、本当だ、朝だ。窓の外にはすっかり目に馴染んだ薄暗い朝が訪れていた。しとしと降り続ける雨は相変わらず窓ガラスに細い曲線を描き続けているけれど、よかった。ん？あ、きっとすずなちゃんだ。おはよう、すずなちゃん。おはよう。もう朝やけど出てもええ？大丈夫だよね？ええ、もういいでしょう。うん、平気だよ、出てきても。静かに扉が開いて、寝巻き姿のすずなちゃんがひょいと顔を出す。おはよう、すずなちゃん。しずなちゃんは？お姉ちゃん、さっき寝てもうた。ああ、そうなんだ。よかった、無事で。ほんまに？え、よかったと思う？当たり前じゃないか。どうして？すずなちゃんはなぜか無言で微笑むと、ちょこんと僕の前にしゃがみ込んだ。何？そのままの体勢でいたずらっ子のような笑みを浮かべ、じーっと僕の顔を見る。え？あ、あれ、もしかして？ありゃ、しずなちゃん？うん。ああ。目を丸くする僕らを見て、しずなちゃんは嬉しそうにコロコロと笑う。引っかかった。うん。完璧にすずなちゃんだと思ってた。さすが双子ですね。いや、女優と言うべきですかね。もうお姉ちゃんは、呆れたような声で言いながら、部屋から本物のすずなちゃんが出てくる。引っかかった。そらよかったね。ほら、そろそろ寝なさいって。うん。お兄さんらもね、ありがとう朝まで。あ、いや、そんな、無事でよかったね。何よりでしたね。それじゃ、俺らも引き上げますか。そうだね。じゃあ、おやすみ。ナゴタン、ナゴタン。僕？なんやの、その頭の悪そうな呼び方は。ええの。後でね、住所。住所？俺、チケットあげる。チケット？お芝居の。ああ、来月の？そうやね。日和さんも一緒に来てや。来月のって、あのミュージカルですかい？そりゃもう喜んで。それってしずなちゃんが出てるの？出てる。歌うよ。ありがとう。必ず行くよ。絶対？うん、約束する。うん。じゃあ、寝る。おやすみ。ゆっくり休んでね。お兄さんらもね。ありがとう、ほんまに。いえいえ。それじゃ。おやすみ、しずなちゃん、すずなちゃん。おやすみ。双子は、それぞれの部屋に戻っていった。さて、俺らも一休みしますか。うん。よかった。みんな無事で。そうですね。あと一日だね。ええ。今日さえ乗り切れや、事務所も俺らが偉いことになってんの気がつくはずですし。
実際崖崩れのニュースはもう流れてますから、何か手を打ってくれてるかもしれませんし。そうだね、きっともうすぐ帰れるんだ。生き残りましょうぜ。うん、一緒に帰ろう。じゃあ今のところはゆっくり休んで体力回復してくださいな。うん、日和もね。休ませてもらいますよ。それじゃ部屋に戻りますか。うん。こわばった体をほぐすように腕を上げて背を伸ばす。さすがにくたびれましたね。ちょっとお腹すいた。俺もです。台所によって何か食いますか。そうだね。疲れ切ってるのに空腹で眠れないのは困るということで台所へ降りてきた。あんまり腹いっぱい食うのもそれはそれで寝苦しいし、カップスープか何かにします？うん、それでいいよ。じゃあすぐ作りますよ。そっちの棚から適当にマグカップ出してくださいな。これでいいかな。カップスープの素ってこの辺りだっけ？そこの奥にあるでしょ。ああ、あったあった。日和、コンポタージュとミネストローネどっちがいい？うん、味噌汁ありませんでしたっけ？ああ、あるよ。僕もそうしようかな。結局二人してマグカップでインスタントの味噌汁を飲む。はあ、なんかやっと人心地ついた感じ。そうですね。え、今なんか変な音がしましたよね。うん、外からだったよね。気になって音がした方、裏庭の見える方の窓へ近寄ってみた。やっぱり何か鳴ってる。南郷さん、あれ。え、どれ。あ、温室の中で光が揺れているのが見えた。あれって懐中電灯。他に揺れる明かりなんてねえし、多分そうでしょうが。でも勝手に揺れ出すわけないよ。誰か、温室に誰かいる。行ってみましょう。え、あ、いや、そうだね。放っておくわけにもいかないので台所を飛び出した。やっぱ懐中電灯ですね。うん、温室へ来てみると懐中電灯はまだゆらゆら揺れていた。だけど誰もいないよね。そのようですがね、俺らが来る前に逃げたのか。生い茂った植物のせいで奥までは見通せないけど、誰かが潜んでいるような気配はしないと思う。辺りを見回しながら奥の方へと進んでいき、例の復讐の紙が置いてある場所へ来た。あ、増えてますね。復讐の赤い文字の周りに並べられた小物、そこにまた一つ新たな品が加えられていた。柵？うわ！不意に後ろから声がして驚いて日和にしがみつく。振り向いてみるといつの間にか他の人も集まってきていた。だからあんた驚きすぎ。だって最初に鳴った変な音聞こえたんですかい？ううん、なんか騒いでる声がして窓から覗いたらお兄さんらが走ってくんが見えたから。ああ、僕らの声でか。じゃあ最初に鳴った変な音、あれ何だったんだろう。それは、それ、
しずなちゃんは床に落ちている何かの燃えかすのようなものを指さしている。なんだろうこれ。床が焦げてますね。爆竹じゃねえかな。爆竹？そうか。そういえばそんな音だったね。けど、なんでそんなん鳴らすわけ？そりゃ、あの柵のためじゃねえかな。柵。小さな木片の柵だった。何に使うものなのかよくわからない。まだ続くから。しずなちゃんの言葉に答える声はなかった。きっとその通りだろうと思っていただろうけど。まあ、眺めててもしょうがねえし、とにかく戻りましょうや。距離がそう促し、はっと自爆が解けたかのようになんとなくお互いの顔を見回した。帰ろ。そうやね。双子がつぶやいて温室を出ていく。僕らもそれに続いた。やれやれ、とんだ邪魔が入りましたね。うん。でもさ、今まではわざわざ温室に誘い出したの、最初だけだったのに。なんでまた、今回に限って。わかりませんね。けど、予定通りなら日数ももう残り少ねえし、犯人も少々焦ってるのかもしれませんね。焦ってる。双子は無事でしたからね。うまく阻止されたんで、次はそうはいかないとでも言いたいのか。そんな。いや、わかんねえですって。適当に思いついたことを言っただけなんですから。そんな怖がらなくても、外れてる可能性のが高いでしょう。今回は外れてることを祈るよ。それが当たってたら、どう考えても一番恨まれてるの僕だし。いや、当たってなくてもそうなのか。余計なことしてるの僕だしな。ああ、だんだん怖い考えになってきた。ほらほら、そんな泣きそうな顔してねえで。休みましょうや。もうさすがに邪魔も入んねえでしょう。うん、そうする。それじゃ、おやすみなさい。おやすみ。変なことが起きたせいで眠気が飛んでしまったような気がしたけど、やっぱり疲れてるな。ベッドに横になった途端、意識を失うように眠ってしまった。うん、なんでこんなすぐに目が覚めるんだ。さっき横になったばっかし。あれ、ひよりもういない。やけに早いなと思いながら、枕元に置いた腕時計に手を伸ばしてみると、昼過ぎてる。一瞬で目が覚めたような気がしたのは完全に気のせいだった。夢も見ないで爆睡していただけだったらしい。起きよう。頭を振って眠気を振り払うと、ごそごそと布団から這い出した。どこに行ってみようかな。